はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、哲です。はい、今ね、歩いてね、いつものバイクショップオートバイさんにね向かっております。はい、なんでまあ歩いてね向かってるかと言いますと、まあお察しのいい方はねお気づきの通り、今日は納車式でございます。はい、まあ話すのは長くはないか。はい、まあ残念なことにね、NVX をね降りることになりまして、はい、まあ昨日ね、無事トランザルプのヒロさんと無事ね2人でね NVX のねドナドナしてきまして、はい、で今日ね新しいバイクをね納車式というところでね歩いて向かっております。はい、もうね今すでにね汗だくでございます。はい、もう早くバイクに乗ってね、はい、涼しいね風を浴びたいと思っております。はい、はい、到着いたしました。オートバイズ佐賀店でございます。へーしゃ、中やな。遅くなりました。もうどっか行くんですか。最初今日朝一来たら友人でも行ったのかな言ったら、いや行きなしはまずいやろって言われましたけど、そんなミッションも慣れてないのに。そうやね、はい、まだ慣れてないですね。はい、いやすげえな、かっこええな、かっこいいですね、かっこいいですね、ほんまにほんまにかっこええなこれ。よし、ガソリンタンク開けるのは、はいはい、でキーを左に回してください、はい、右じゃなくて、はい、そしたら全体的に完成します。はいはい、で、あ、そう、もうガソリン入れなあかんですよね。2リッター入れてます。あ、はい、で、まあこういう形で当ててもらって、うん、はい、右にグッと回してもらえばこれでタンクが閉まります。ここにちょっと前に、ちょっと狭いんで、はい、こうスライドしてもらって、はい、で、なんか開けれるんですね。外して、はいはい、右に回して、そしたらこれ浮くんで、それでも何時ですか、ここ、はい、あ、そんなもん。これ、うん、真ん中を押すんですよ。まあ、別にいいっすよ、今は。で、キーオンにしてもらって、はいはい、こういう感じですね。はい、で、スタートボタン。はい、ここにギアが出ます、はい、1速2速っていう、うんうんうん、でこれガソリンです、はい、スピードです、はい、タコメーター、はいはいはい、これがウインカー、あ、はい、消し忘れてますよっていうキャンプで、これは便利ですね。プッシュキャンセルなんで、はい、押せば消えます。うんうんうん、量つけっぱなしにするんですよ、はい、あ、前のオンオフありましたね。で、ハイビームにすればハイビームです、はい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 、でこの右のマーク、これが水温計です。水関係のトラブル。で、こっちがエンジン系のトラブルっていうふうに、だから、どちらかでもランプつけば連絡ください。はい。はい。はい、で、パッシング、パッシング、はい、ハザード、はい、もうすごい。ハイビーム、ロービームの切り出し、はい。それぐらい。はい。はい、はい、よっしゃ、はい、OK です。さてと、とりあえず、はい、和歌山方面に、いやでも緊張すんな、やっぱりミッションそんなね久しぶりというか、基本教習所で乗ってただけなんですよ。でこの間乗れたんですけど、乗用車乗ってたわけじゃないんでね、めちゃめちゃ怖いっすわ。よし、よっしゃ、回ってるよな。ほんでこれでしょ、うわめっちゃ怖い。これサイドスタンドを上げてから刷新してる、はい、あ、はい、ほんで今ニュートラルになっているか上げましたと、2速にして、はい、
あ、そこにしかねえへんのか。こっちがあれが、あ、そうそうそう。こんな音も走るだけですよね。ゆっくり行く。わあ、ちょっともう早く行ってみんな。じゃあまた、はい、ありがとうございました。すいません、はい。来い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 。おばちゃん。はい、ゆっくり行きます。はい、ありました。いや、来い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 。うわ、めっちゃ怖い、ほんま怖いこれ。まあガソリンやな、ガソリン入れなかな。中華もうほんまに怖いんだけど。すごいな、ほんまに。ちょっと待って待って、ああ緊張するわ。あ、ミラーの位置が、ミラーの位置を合わせるの忘れていた。あ、見えてんな。あ、まあまあまあ、これはでも、ああやっぱり違うな。でもこの間のラリーより位置がやっぱ低いな。あれの方がやっぱ高いよ、背がね。はい、はい、やってまいりました。今日は本人のバイクのインプレッション。ダブル R ね、 155R にね、乗っております。はい、うん、新しくね、新車で購入いたしました。はい、これちょっとでもメーターを見る暇がないな。これだいぶこう頭を、あとこれ今日からね、フルエースね、初めてではないか、まあ、フルエースにしてるんですよね。だからその分ちょっとこう視界がね、やっぱ違うな、全然ジェットヘルのね。はい、メーターを見ようと思ったらだいぶこう下にね、首をね振らないといけないというか、前はちょっと目線をね、下を振って振るだけで見えたんですけど、はい、こんな感じか。なるほどね。はい、まあ加速感とかその辺はね、うん、やっぱりスクーターの NVX の方がそれは違うな、やっぱりね。うん、あれは何も点でも行くからね、こうやっぱフラッと繋がなあかんから、その分ちょっとなんかこう遅く感じるね、うん、自然とね。あ、でも足つきがやばいなこれ。もう結構ちょんちょん、うん、ちょんちょんっすね。うん、私の身長がね、170、まあ、この間ね健康診断で測ったら1センチぐらい小さくなって177.1になったもんな。まあ以前は178、ね、ぐらいだったんですけど、なんで下がる、縮んどんやって話だけどね。はい、あ、でもバイク乗ってるって気がします。はい、まあスクーターがバイクじゃないってわけじゃないですけど、マシーンに乗ってる感じがしますよね。うん、あ、これ3速で走っとったらちょっと重たい気がするな。 4速で40キロぐらい、うん、3速やったらほんまにゆっくり走らんとあかんね、低速で走る場合ね。あ、そんな感じ。まあ、6速ね、これね、 WR155 ね、 155cc なんですけど、6速ミッションなんですよ。うん、お、あいつだ、あいつだ。すごい速いんな、ほんま。なんかね、結構クラッチをね、スピード出そうと思ったら結構速い段階でつながんと、なんか、うん、忙しいな。まあこれね、やっぱスクーター乗ってたからやろな。うん、スクーター乗りがやっぱミッションに乗るとこんな感じになるんかな。でもね、やっぱりあのこの間ね、乗ったね、CRF250 ラリーとかトランザルプはもうちょっとやっぱ排気量の違いがもちろんあるんやろうけど、うん、これみたいに世話しない感じじゃなかったね。うん、まあでもトランザルプとかなんや、 CRF250 ラリーに比べるとめちゃめちゃ軽いね。うん、ただ違うわね、全然ちゃうね。めちゃくちゃ乗ってて軽さってわかるんやな、乗ってて、あ、こんなに軽いんやって気がするね。うん、乗車姿勢も楽やね、これ、結構、ほんまに。うん、ああ、そういうことか。ただ、やっぱ視線が、なんかラリーとかの方がめっちゃ上にあった気するな、あれ。あれ、だいぶ車高高かったもんな。うん、ちょんちょんで、ほんまに怖かったもんな。まあ、ひとまずね、ちょっと橋本の方からね、あのフルーツラインに、ピューって走りに行きますわ。はい。うん、気持ちいいわね、あの辺の道ね。うん、せやけどほんまにこれは急にはやっぱ無理やな。ちょっと慣れへんかったら恐ろしいぞ。
まあ、一応ね、まあ、このバイクのね、あのスペックをね紹介しようと思ってね、まあ、頭にね叩き込んだつもりでしたけどももうすっかりね飛んでますんですいません、後でなんか走りながら適当に言いながら横にこう字あのねつけときますけど、動画にね